北海道中央バス、滝川ターミナルは、北海道中央バスが、北海道滝川市に設置していた札幌事業部、空地統括事務所に属するバスターミナル、JR 北海道滝川駅の近くに設けられていた。ターミナル機能移転後は、オフィスビル、滝川ターミナルビルとして利用されている。待合室札幌、ルモイへ向かう都市間バスや深川、足別、ビバイ、 宇多市内方面の定期路線バス、市内線の起点となっていた。当初は現在地近くにあった滝川地方営業部に併設させる形でバスターミナルが設置されていたが、1968年11月より市内明神町2丁目に移転。その後、滝川駅に隣接地する現在地に1988年新築移転した。2階は北海道中央バス、 札幌事業部空地統括事務所、空地中央バス本社が使用しているほか、3階には、テナントとして、学習塾やバレエ教室などが入居している。JR 滝川駅近くに奏車場が設けられており、高速バス利用者向けの駐車場も併設されている。滝川市では、滝川駅、駅前広場の整備事業について、北海道から平成24年11月告示を、 受けたことを受け、平成25年度から事業を開始している。その計画の中で、滝川駅前にバスェイを設置し、郊外線も含めた高速バス以外の路線バスを発着させるとしている。なお、待合室設備の設置について、今後検討していかなければならない課題、北海道との協議中とされ、この時点での設計には盛り込まれていない。滝川市は、 北海道中央バスとの協議の場にて、当面存続する高速バスの泊まれるスペースは、別に、駅前広場北側の指導部に用意しているとの、回答を得たことを明らかにしている。その後北海道中央バスは、2018年3月31日を、もって、滝川ターミナルを廃止し、翌4月1日からは、滝川駅前のバス乗り場へ乗り入れるとともに、 駅前に案内所を開設することを発表した。なおバスターミナル以外の機能の一部については、損置された。滝川ターミナル乗り場以下は2013年4月1日、現在。上記のほか浜松滝川間乗り合い自動車が完全予約制で、運行する滝浜線も使用する。ありがとうございます。